それではですね、27年度の決算のご説明させていただきます。まず27年度の決算説明、この時期ということなんですけれど、決算の数字自体は8月に出てくるんですけれど、それが議会で正式に認定をされて、その後に説明をするという形を取らせていただいておりますので、この時期になっております。でまずですね、決算のですね、一番最初に総額のご説明をさせていただきます。まずですね、26年度と27年度の数字を比べながらご覧いただければ分かりやすいと思いますが、27年度の歳出がですね、約282億円、それから歳入が297億円ということでですね、1年前のですね、26年度の234億の歳出、247億の歳入と比べると大幅に数字が増えております。実際にはですね、50億弱増加しているんですけれど、ほとんどがですね、下仁田小学校の建設にかかる仕事でございまして、これが42億円を占めています。その他の増加要因としてですね、主なものとしては福祉関連、特に高齢化の関係とですね、それから保育園を中心とするですね、子ども福祉が中心ということになっております。ではですね、内訳ということでありますが、それぞれの歳入についてですね、どういう分野からの歳入が多いかということが、この円グラフからご覧いただけるわけであります。今年はですね、非常に今年とか今回の決算、非常に特徴的な数字になっていまして、通常であれば当初はですね、市税の収入というのが全体の中で、6割ぐらいを占めるということで、非常に税収が歳入に占める役割が高い自治体であることが特徴です。ただ今年はですね、5割を切って 48.1% という低い水準になっています。でこのですね、大きな要因としてはですね、福祉関係 の、国県からの補助金が増えていること、それから、下仁田小学校の建設に関する借入金ですね、この借金というのは税収とは別ですので、これが多いこと、さらには、基金も取り崩して、これも下仁田小学校に当てておりますので、これによって大幅に市税の割合が下がったということがあります。それから市税自体がじゃあ減ったのかというと、そうではなくてですね、前年度から比べると2億円弱の増加をしています。でこの増加のですね、要因として2つ大きなものがあります。1つはですね、個人の市民税、これが1人当たりの金額で言っても増えているということがありまして、これが大きな要因。もう1つはですね、3年に1回、固定資産の評価買いをやっておりますが、今、評価については、毎回評価買いをするごとに、トータルで税収が増えていくような形での、評価買いに結果的になっておりますので、この2つの要因というのが非常に大きいと考えています。さらにですね、東京北部郵便局というのが来年の決算、要するに28年度の決算からは入ってきますので、さらに今後、税収としては増えていく傾向というのがあるのかなというふうに思っています。いずれにしてもそういった形でですね、無市税が膨らんでいるということであります。で次に歳出ということで、先ほど歳入、入ってくる、もともとの どういったところから入ってくるかというご説明をいたしましたが、今度は歳出、使い道についてということでありますけれど、先ほどその、福祉の関係の国県の交付金が増えているという話をしました通りですね、逆に言うと歳出、要するに使うお金でも、福祉医療費が増えているということで、実際に5億円の増加ということでですね、内訳としては一つはその保育園を新しく作ったということで、キッズエイド吹上保育園、これが認可の保育園になります。あと小規模の保育園をですね、いくつか作っておりますので、これが大きな要因になっております。それから公共工事というところでいうとですね、土地区画整理事業、今こうしては5地区の事業をやらせていただいておりますが、ここの支出というのが3億円増えているということで、これも大きな要因となっています。ですので福祉についてはどちらかというと人への投資ということになりますけれど、地域の、都市基盤への先行投資というのも非常に力を入れてやっているということが伺えるのかなというふうに思います。また道路整備の用地購入というのが4億円ございまして、これは新御苑バイパスの延伸というのがですね、今実際本格的に始まるわけなんですけれど、そのうちのですね、土地区画整理事業区域内について、買収の経費として4億円がかかっているということであります。ただ
日本円で買ってるんですけど、これ県道になりますので、実際には県からの支出があるということで、この金額については上合わせがあるということです。他にですね、教育費というところで先ほどから繰り返しになりますけれど、下仁倉小学校ですね、この建設というのが40億円の教育費の増加ということになっているということになります。あとですね、その他の増加要因として、プレミアム商品券の発行事業のですね、補助金というのが3億円含まれていますので、これも増加の要因になっております。次にですね、全体的なですね、貯金と、それから借金ですね、要するに基金と借入金の、推移ということで、トレンドをご説明をいたします。でまずこの全体のですね、普通会計という形でやらせていただいておりますが、普通会計というのは例えば上下水道とかそういうものを入れない会計というイメージで考えていただければと思います。他にも特別会計としては国民健康保険とかですね、北口の区画整理があるんですけれど、特別会計の中で北口の区画整理は、市の通常の事業ということでこの普通会計に含まれるという形になっています。この中での傾向としてもですね、平成27年度は大幅に資債が増えている、要するに下仁倉小学校関連で借金をして学校を建てたということがある。それから逆に言うと基金、貯金もですね、大幅に減っておりますが、これも学校関連というのが非常に大きいということであります。ですのでこの取り崩した分とですね、借金が増えた分はこれから時間をかけてまた借金を減らし、貯金を増やすという形になっていくのかなというふうに思います。就任からですね、この5年間の間については借金を減らして、そして貯金を積み上げるということを努力してきたわけなんですけれど、これまでの努力の分以上に今回は増えているということで、こういう課題になっております。次にですね、では客観的に隣近所の自治体と比べて、この貯金とですね、借金が多いか少ないかということでですね、青いグラフがですね、自己1人当たりの比較であります。で、この薄い緑のグラフの方がですね、どちらも自己1人当たりで、青い方が借金で、そして、薄い緑の方が基金、貯金ということで、比較をしていただきたいんですけれど、近隣でですね、一番その財政的に、借金が少なくて、貯金が多いのがですね、実は志木市になります。志木市の場合にはこの1人当たりでいうと借金も貯金も健全な状況にあってですね、その次が教師という状況でですね、この傾向もここ10年間でいうとほぼ変わっていない状況であります。ですので今後の方向性としては、より健全な方向には持っていきたいというようなことを考えていますが、いずれにしてもそういうわけでですね、悪い方ではないけれど、やはり健全な方向に向けて頑張っていく必要があるというふうに思っております。次からのスライドではですね、平成27年度の主な事業についてご説明いたします。まず一つ目がですね、小学校の建設ということで、下仁倉小学校が4月に開校したわけですが、27年度中に建設を行ったというわけです。また先ほど最初の説明でもありましたが、図書館の分館、これはですね、11月にオープンということになりますので、施設については27年度に完成をしておりますけれど、中 のいろんなラックを買ったり本を買ったりというのは実際には今年度の予算でやらせていただいております。これは27年度にですね、そこまでやるとちょっと予算的に非常に厳しいという中で、半年ずらす形で業務の負担と実践的な負担というのを分散させたという解釈をいただければというふうに思います。次にですね、土地区画整理事業について非常に力を入れて27年度は実施をしてきました。北口が7億7千万、越後山3億、それから白子3丁目中央が2億4千万、中央大宮中が2億4千万ということで、全事業系では16億円ということであります。で、区画整理についてはですね、今も北インターについては新たな施設テナントというかですね、入居者 の建物の建設がいくつか行われています。直近でいうとですね、エレベーター会社の本社ビルが、地震災を先般行ったと、それからまた近々ですね、今度は佐賀急便の関連会社のまた大型の施設、これは床面積でいうと、郵便局
と匹敵するようなものが立ちますので、またそこからの税収というのも大いに期待できるのかなというふうに思っております。あの先行投資という形で土地価格整理事業に多額の投資をしておりますが、例えば北インターでいうと、30億程度の投資をする中でですね、大体10年から10数年ぐらいの間には税収のアップでですね、回収ができて、それ以降はプラスの今後の、要するに財政効果があるというふうに考えております。お金儲けだけでやっているということではなくてですね、当然整備後にはより良いですね、都市基盤が生まれますので、そういう意味では非常にウィンウィンの関係になるのかなというふうに思っています。また、今度は大雨の雨水排水対策ということで、平成26年の6月25日に大雨の際にですね、かなり市内でも床上浸水、床下浸水の被害を出しました。ですので、それを踏まえてですね、26年度にも緊急で事業をやらせていただきましたが、27年、28年とですね、雨水排水対策のですね、例えば雨水管を入れて整備をしたり、あるいは道路の補修、側溝の補修を行ったりというふうな事業を行ってきております。これがですね、新倉町目だったと思いますが、外環道の近くの工事の、様子であります。道路のですね、左の写真を見ていただくと分かるんですけれど、このちょうど道路の上を水が流れてですね、その下流に、浸水の被害をもたらしたわけでありまして、その道路の真ん中にですね、要するに側溝のですね、施設を入れてですね、そこで水を、入っていくという、そういう形の施設を、この場合は整備したということで、これだけで4300万かかったわけではなくてですね、これは工事の一例ということでお示しをしております。それからですね、和光市駅のホームドアの設置というのが、3400万円歳出をしております。実際にはですね、国県からの補助金、それから東武鉄道の方からもお金を出していただいておりまして、その中で和光市負担分が3400万円ということであります。埼玉県内としては唯一の両面ホームドア設置駅ということでですね、安心安全という意味では、山手線でもない駅があるわけでありますので、非常に進んだ形になっておりまして、注目を集めております。ちなみにですね、和光市駅乗降客数でいうと池袋に次いで、第2位ですね。東上線内では17万人ぐらいということであります。実際にはただ地下鉄から東武線に直通で乗り換える方がですね、10万人ちょっとおりますので、実際に駅を降りる方というのはそこまでは多くないんですけれど、そういった乗降客数の多さがこの整備の、第1号になる決め手になったというふうに思っております。で、最後のスライドでありますけれど、昨年は大規模な認可の保育園としてはキッズエイド吹上保育園を整備をいたしました。今年度オープンしております。これが2億2000万円の歳出をしているということであります。民設民営ということで、市が確保した土地にですね、保育園を設置をしていただいております。当初は土地代については免除させていただいて、数年後にですね、払える状態になった際に、契約上は地代を払っていただくという形で契約をさせていただいております。この保育園はですね、定員が70名おりまして、一時保育でありますとか、病児保育、病後児保育もやれるという設備になっています。実際にどういう形になっているのかというと、例えば感染症のリスクの課題がありますので、その部屋だけは、陰圧といいまして、空気を排出する装置をつけていてですね、他の部屋の保育園児には病気がうつらないようになっていたりですね、あるいは看護師の配置という形ですね、あとは病院との連携という形をとっていますので、こちらが活用されてくると子育てには非常にまた良い環境が整備できるのかなと思います。ちなみに病児保育は市内では2年目の整備になります。それから、市内では初めてですね、民設の学童保育に併設しております。市内実は、学童保育もですね、保育園と並んで待機児の問題が出てきております。ですので、今後はですね、学校施設内等のですね、公設の学童保育だけではなくて民設の学童保育も整備する中でですね、待機児の解消に、努めていきたいということであります。で、この整備によりまして、保育園、大規模な保育園が15円、それから2歳児までをお預かりする小規模保育事業所が17円ということで、合計32円でですね、1600人程度の定員を用意してですね、非常に
力を入れて整備をしてきたということであります。残念ながらですね、この整備をもってしてもこの春にもですね、30人ちょっとのですね、待機児がいるということでありますので、まあ、新年度に向けてさらに整備をしているというところでございます。決算の説明としては私は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。